ポチテカはアステカに存在した交易者。武装した対象による長距離交易を行い、アステカの中心部であるメキシコ高地から低地にあるプトゥン人の交易港であるシュカランコやカカオ産地の底のスコなどへ旅をした。フィレンツェ文書に描かれたポチテカ。交易品を背負っているロレンツォ・メディチ図書館所蔵。ポチテカは 地域市場の小売人とは異なり世襲制のギルドを組織し、メシコの首都手のチティトランやショートトラテロルコを中心に12このギルドが存在した。集団内部で職務が分かれており、アステカの領外で貿易をするもの領外で、情報活動を行うもの奴隷商人、領主たちの財を交換するものそして統括する者がいた。アステカには、 車輪や荷物を運ぶ大型の家畜が存在しなかったため荷物は妊婦によって運ばれた。ポチテカは各地からアステカに送られる効能を管理し新たな征服地の諜報活動も行った。異国の情報を集め彼らが危害を被ると戦争の口実とされた。こうしてポチテカはアステカによる征服を後押しした。ポチテカは固有の神々を祀ることや 独自の裁判権を認められていた。しかし豊かさをアピールすることは制限されており、逸脱したものは処刑されて財産を没収された。公益では貴重品を扱い、飲食や貨幣に用いるカカオ、装飾に用いるケツァールをはじめとする鳥の羽ジャガーの皮、金、トルコ石、翡翠、琥珀などの貴金属や宝石などがある。取引が成功した商人は、 神への感謝と成功の誇示をするために宴会を主催した。宴会では同業者の他に同行した戦士や土地の貴族ももてなした。会員がキルド内で昇進するには仲間の商人を招いて宴会を主催することが義務でもあった。ポチテカは戦士などと並んでチョコレート飲料をはじめとするカカオの消費を許された階級でもあった。ありがとうございます。